どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロト6予想について話ししたいと思います。昨日ロト6予想したけど、1口目も2口目も20番台なしで予想しました。そのここ最近20番台がよく出てるから、次のロト620番台出ないんじゃないかなと思って、昨日は20番台入れへんかってんけど、まあそれを除いたら1口目は、均等に予想してて、2口目は30番台多めに予想してんけど、ロト6は結構30番台が多く出る傾向にあるから、だから2口目は30番台多く予想して、あと40番台は、昨日予想せえへんかってんけど、出るかな？正直ここはちょっと難しい。最近40番台の出てる回数が多いから、出る可能性はあんねんけど、今日また予想するけど、40番台入れるかどうか。あと、昨日20番台全く入れへんかったから、20番台を入れるかどうか、まあそこが重要になってくるかな。もう少し慎重に、予想して今日数字決定したいと思います。かなりその悩むねんけど、20番台と40番台、数字入れるかどうかで悩むけど、どうするかな。まあ、ここ最近40番台よく出てるし、20番台も結構出てるから、出ない可能性も、あるとは思うけど、ここはちょっと難しいかな。まあ、とりあえず、今日慎重に数字見て数字決定したいと思います。また後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。